どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーデイジだってことで、ミトムメデル、カッパの危険に挑戦していきたいと思う。ってことで、今回使うリーダーは、カミノジミセル、カッコ、恋柱、鬼滅の刃のキャラクターじゃな、2つのリーダー属性は、火と水、じゃね、火と光属性が、HP100、アタック180。なので、光と、火属性がな、有利みたいなので、リーダーにしましたよ。で、こやつさんは、ヒールブレイカー、フリーズブレイカーを持っておる感じで。そして一応お守りは6文字、金中を装備してるみたいだな。で、他はまぁこんな感じで、ここのステージは、フリーズブロック、ヒールブロック、シーズブロック、弱体マシン注意って書いてあるので、これに対応できるキャラクターを、たくさん入れてある。いやがしかしちょっと弱体マスに対応できるキャラクターはちょっと少ない感じだ。ってことでやってみよう。ここのステージはいじくで固めた方が戦いやすいよ。っていう言葉を狙ったんです。
真ん中だけでね。相手は闇属性。
精神旅行これでこう精神旅行で光設定が入ってないのは厳しいわ。タイトル、精神科医だから6文字か、6文字攻撃はできるので、なんとかなるぞ。でこれでデバフ入って、結構こういう空気よね。こんな感じやな、うん、異軸なのでまだまだ全然いろんな言葉作れる、感じのステージやな、いろいろと異軸のキャラクターを使って、戦っていろんな言葉作りながらやっていくのもありかもしれないということで、今回はな、こんな感じじゃ。で、次はまた、使えそうな、デッキが作れたらまた動画にしたいと思います。ということで、今回はここまで大魔王オーマーデイジがお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。